もうすぐクリスマスです。神戸空港では今日クリスマスイベントが行われ、空港の公式キャラクターがプレゼントを配りました。クリスマスを前に神戸空港にやってきたサンタクロース、空港の公式キャラクターソラヤンです。この催しは季節のイベントを通じて空港や旅の魅力を届けようと、関西エアポートが神戸空港をはじめ大阪空港、それに関西空港でそれぞれ実施しています。今日はソラヤンが神戸空港を訪れた人たちにキーホルダーと紙飛行機をプレゼントし、受け取った家族連れらは一緒に写真を撮り、クリスマス気分を味わっていました。初めて見たけどめっちゃ可愛いですね。ですか、めちゃくちゃ可愛いですね。子供だけ最後のプレゼントもらってどうですか。嬉しい。コロナ禍ではありますけれども、まあ、空港もにぎわいが少しずつ戻ってきておりますので、まあ、こういったイベントとともに、まあ、今後もご旅行も含めて神戸空港をご利用いただければなと思っております。明日と明後日は関空でクリスマスイベントが行われます。